いいです、うん、試食をいただきます。だから今から美味しいです。ここに足ここ思いっきり刺すのいいんですか。皆さんは何秒くらいでできましたか。キンキは秒じゃないやん。いいねでも美味しく食べれました。牡蠣は美味しかった。辛くわ牡蠣は違います。気仙沼のカラクワ、ここカラクワでですね、昨年7月に、男山酒造さん、気仙沼の男山酒造さんの蒼天殿というお酒をですね、海中に貯蔵をいたしまして、そのお酒を引き上げるということをメインに参りました。今回で11回目なんですが、一番多いリピーターの方は、8回目という方が2人来ています。その他2回目3回目という方も結構いらっしゃいます。そうですね、特に女性なので、活動ではない形での支援をしたいとか、実際に自分の目で被災地を見て、自分ができることをまた戻ってから考えたいという方がたくさんいらっしゃいます。荒波に揉まれてきました。なんか生きて帰れないじゃないか。無事に生きて帰ってこれましたね。無事に生きて帰ってきてよかった。用意しました。結構濃厚です。美味しいです。気仙沼、東北の沿岸部の方たちにまた来てほしいっていうことを言われると、もう来ざるを得ないっていうことで参加をしてですね、何々さんに会いに行きたいということで、参加をしてきています。バスツアーっていうのは継続してやられるんですか。そうですね、それをやることが私たち旅行会社の使命だと思っております。メッセージもいただいておりました。はい、ありがとうございました。はい、私もいるんだよ。